今朝ののの県内は上空の寒気気や放射冷却の影響で気温が下が下りました。最低気温は阿蘇市乙姫で3.4度熊本市で11.4度など昨日より冷え込みは緩んだものの各地で平年の気温を下回る肌寒い朝となりました標高およそ1100メートルの草千里では草原の草などに霜が降り初冬の景色となりました寒かったですね めちゃくちゃゃく寒かったです霜が降りてるんで寒辱の方では降って霜降りてないんでちょっとびっくりしました今日日中は高気圧に覆われた晴れの天気で熊本市の予想最高気温は24度と朝と昼の寒暖差が大きく体調管理に注意が必要です